入寮募集期の北寮入り口会議室、通称ピンクルーム。昭和18年12月の落書き、学徒出陣式の2ヶ月後である。東京大学駒場寮とは、東京大学駒場アイキャンパス東部に、かつて存在した、学生自治寮である。建設当初から1950年の、学生改革による改祖までは、旧制第一高等学校の駒場寄宿寮だった。 東大紛争などで急進派学生の拠点の一つになった。駒場アイキャンパス再整備計画の一環として1991年から廃稜が進められていたが、2001年8月22日に強制執行が行われるまで大学と実地会の間で建物の明け渡しについて争われた。廃業後は土地に駒場コミュニケーションプラザが建てられた。1935年に建設された。 旧制高校寄宿舎の多くが木造なのと異なり、鉄筋コンクリート構造。3階建て。設計者は内田正造。3つの、ほぼ同じ建物が平行に並んでいたが、1つの建物だけは、長手方向が短くなっている点が異なる。いずれの建物も3階建て。各階の構造は、ほぼ同一であり、建物の長手方向に長い廊下が設置されている。 一部屋は約24畳の板張りが基本で、各部屋にはスチームヒーターが備えられている。一部屋に8人から11人が入る、大部屋敷とする資料もあるが、実際には廊下を挟んで、向かい合わせの2部屋を1セットとし、北側を居住スペース、南側を勉強部屋として利用する運用が行われた。当初は6人で1セットを使っていたが、後にこのセット運用は廃止され、 1980年代以降は、1部屋3人が基本となる。長らく男子寮だったが、1990年代後半に学生自治会が女子の入寮を認め、女子寮制部屋が設置された。携帯電話が普及する前の時代であるが、各部屋に固定電話はなく、電話は取り次ぎであった。駒場寮を出て、目の前に公衆電話があった。放置されていた。 両食堂北ホールを1976年に野田秀樹らの夢の言う眠り者が改装して、使用料は無料約300人収容可能な演劇スペースとし、駒場小劇場とした。略称、苦笑、木更木小春、筒康幸、宮城聡などがこの劇場で活動した。駒場両配慮後は駒場小空間が代替となった。両食堂が平日及び週末に、 朝食、昼食及び夕食を提供した。駒場寮の寮生に限られず、誰でも寮食堂を利用することができた。寮食堂の建物は、北寮中お及び明寮の建物と別個に構築されていた。ありがとうございます。